乗り心地ですよ、乗り心地いいじゃん。てかまず今のレーンのこの変更ですよ。おお、いいじゃん、すごいいいですよ。めっちゃハンドルクイック、めっちゃハンドルクイックだし、うん、まず乗り心地がすごくいい。これは本当に驚いてます。え、これさ、ちょっと自動車ジャーナリストの人でさ、これ乗り心地悪いっていう人いんの？このスポーツセダンでこれだけ足回りがシュパシュパ動いて、いやー、これ高速走行の安定性やばいわ、めっちゃいいじゃん。わー、やっぱさすがだわ。だからこれやっぱセルトゥーボディとか採用されてるんで、非常に重心点低いんですよ。めちゃめちゃこれ重心点確か300ミリ台、違う460ミリ、違うな。でもなんかすごい、あのガソリン車のポルシェとかと匹敵するような重心高の低さなんですよ。だからやっぱそういうのを可能にしてるのはまさに BYD のセルトゥーボディだったりですね、そういう最新テクノロジーがそういうのを可能にしてるわけですよね。これは非常に良かったところ。ただやっぱ回生ブレーキの効きみたいなところはまあね、変わりませんから、ちょっとやっぱりここら辺はね、さあさあさあ、これはまあちょっとね、これ最初階段階確か 5.7 メーターだったと思います。まあ、なので、テスラモデル3 5.8 メーターとかですから、まあ、そんなにね、べらぼうに取り回しがいいというわけではないですね。だから今、2車線のところでは曲がり切ることできませんでした。まあまあ、でもね、ホイールベースこんだけ長いですから、ホイールベース確か2920。ちょっとごめんなさい、シールのさ、最近数値をもう全然忘れちゃったんで、多分、間違ってたら、訂正入れてます。うん、まあ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 、取り回しはこんなもんかなってイメージですね。うわ、早い。いいよ、この。やっぱね、EV はやっぱこんぐらいの速さないとダメですよ。本当に。もう僕はね、本当に、ね、やっぱり0、100、3秒台ないと、もうダメな体になってしまいました。はい。こんな体にね、皆さんなっちゃいけないので、速い EV は買っちゃいけませんよ。ね。そしてですね、今回のね、このシール。私ですね、ちょっと今急いで運転してるんですよ。なぜこんな急いで運転してんのお前と。もちろん試乗の時間が限られてるってのありますが、私はですね、許されました。とあるですね、検証をやってもいいというところで、今私はですね、駿河湾沼津のサービスエリアに急いでいます。そうなんです、この車急速充電性能がこれまでのね、アット3やドルフィンと比較してもですね、かなり性能アップしています。まあ、なので、果たしてですね、このシールどれだけのですね、充電性能、もちろんね、これまた別途ちゃんとね、これ検証しますから、皆さんこちらはね、ね、期待していてください。これはね、いつも通り私の1000キロチャレンジとかのね、一連の検証でやりますが、さあ、まず充電器空いてるか問題もちろんありますが、どれどれどれ、楽しみだぞ、空いとけよ、頼むぞ、空いてくれよ。これで150kW 埋まってたら最悪なんだけど。今充電残量 55% です。さあどうなるか、頼む、これマジ頼む、頼む、しゃあ開いてる、来た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 、いいぞ、しゃ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 、さあ充電残量 55% からです。さあこのね、充電に関しては僕自腹です。シールに関してはこちらですね。あ、充電ケーブル届くかな、やばい、充電ケーブル届かない問題があるかもしれない。届くぞ、充電ケーブルマネージメントがついてる。さあ行け、行けるぞ、
さあ充電残量 55% からシール最大 105kW 入ります。さあ55から出るのか、それとも制限がかかるのか。結構高速ハイスピードでかっ飛ばしてきましたので、バッテリーの温度も上がっているでしょう。映ってる？いけ55。カモン、きたー、105、いいですよ。出ました、 105kW 出ました皆さん。ただこれがどこまで持続するかですよね。ただ逆に充電残量 50% 中盤までは 105kW 出るんですよ。おー、どこまで持続するんだ。だからこれ皆さんもうね、基本的にはあの充電残量 10% からはこれも絶対 105kW 出ることは分かったじゃないですか。これが果たしてどういうね充電カーブになるのか。今 105kW 出てますから、実際にどれだけですねこの 105kW が持続するのか。 57% ですよ。やっぱりですね 100kW はもうマストですよね、この 82.56kWh のね EV としては。充電のカーブもね、ぜひこれ見ていてほしいです。いやこれ逆にさ、充電残量 60% ぐらいまで 100kW 出るんでしょ。これ結構やばくない？いやだからやっぱり充電の、確かに 105kW って皆さん聞くと、いやテスラ 250kW じゃんとか皆さん言いますよ。僕も確かにそう思うよ。でも充電のカーブがフラットっていうのは結構大きいわけですよ。当然ですけど、これだけフラットに入れば、あ、 60% まで 105kW いくんじゃない。これほら結構もう冷却をガンガンやってます。ちなみにこれね、あのシールに関しては冷却性能をドルフィンとかアット3よりも変えてます。ドルフィンとアット3はバッテリーパックにですねこう冷媒をはわせていますが、まあ一方向というか簡易な冷却システムです。ところがこのですねシールに関してはバッテリーのですね、まあ、二分割することによってですね冷却、そのですね冷媒もかなりですねこうはわせていると、まあ、なので冷却システム自体が全く違います、ドルフィンとは。だからここもね、真夏に1000キロチャレンジもちろんやりたいですよね。これ皆さんどれだけのですね充電カーブになるのかと。さあ 60% まで 105kW だ、素晴らしい。まあ、なので250アンペアです。基本的には250アンペアで、ちょっとこれ電圧をね、これね、あ、だからあのアイオニック5とかと一緒です、固定しています。なので逆に 105kW がずっと入る、わかりますよね。アイオニック5も 80kW がずっとフラットに続くじゃないですか。それと一緒でシールも 105kW に張り付くと、まあ、250アンペアなんで 405V なのかな、ちょっと僕わからないですけど、ここら辺もですねあまりにもその電圧を高くしすぎると、もちろんですね充電器側とのエラーも発生するし、さらにはですねこれあのロス、充電ロス、これねちょっと今は説明しませんが、充電ロスもですね増えてくるとかいろいろとあると言っています。なのでその最適解を探した結果、このまあ 405V、 405V かな、ちょっとわかんないですけど、とこのですね、まあ、105kW っていうところに落ち着いたということですね。やばい、まだ入っていくよ。 63% でも 105kW だ、やばいじゃん。これさ 1000km チャレンジかなりやばいんじゃない。いやだからこれ本当に 1000km チャレンジでもし熱だれがなかったら、これはシールはこれかなり強力な敵になりますよ、モデル3と比較しても。だってモデル3は結局インターを降りるっていう必要性がありますから、それを含めると今ね高速サービスエリア入ってすぐ充電できましたよね、これ 150kW ね。なのでこれは 1000km チャレンジやばい、ちょっと期待大、やばいですね。楽しみ楽しみ。あ、落ちた、充電残量 65% で88kW 落ちた、80kW。 なんで
敷地は 65% ぐらいにもしかしてあるかもしれない、まあ、バッテリーの、ね、温度によってもコントロールしますから一概にこれ何とも言えませんけども、今のところ80キロっていうの落ちました。でも80ですよ、80、これで 65% からキープできるのか、キープできるんだったらかなりですねこれも優秀、どこまでキープできるかですね。ちょっとですねあんまりねあの充電の時間がありませんから、もうねこれね車両返却しないといけないんですよ。なんでね今結構時間これカツカツでやってますが、うん、6分間の充電で10キロワットは入ってますよ。でしょ、だからこれ多分30分の充電で45キロワットワーとか下手したらもっと入ると思う。だからこのブーストを1回キャンセルしてもう1回裏技再ブーストかけるんですよ。でそうすると多分もうちょっと取れるかもしれない、もしかしたら場合によっては30分で50キロワットワーなんてですね電力量を取れるかもしれない、裏技使えば。82、いやこれはいいぞ。だからこれ充電残量 10% から充電したいな、マジで。充電残量 10% から充電したら何が起きるのか超楽しみです。やばいです、楽しみが増えました。なのでこれは僕はスイールを使って1000キロチャレンジやりますが、この車両に関しては絶対にやりたいことがあります。それはテスラモデル3との競争です。1000キロチャレンジ対決、僕今までアリアともやったことありますが、これスイール絶対にやります。なので、多分ね、まあ、スイールは貸してくれる人がいらっしゃると思いますので、ぜひですねテスラモデル3オーナーの方でですねこのですね1000キロチャレンジ対決に検証にですね力を貸していただける体力のある方はですねぜひ私と一緒にですね検証をやりましょうというところで、はい、こちらは非常に楽しみです。今のところは相当、ほら充電残量 68% ですよ。 68% でも84キロワット上がってる。おお、楽しみだぞこれは。だからちょっとドルフィンとアット3とはちょっと全くこれもう別物の車とやっぱり皆さんですねこれは考えなきゃいけないです。なのでここは非常に期待がかかる1000キロチャレンジ。70%、85キロワット。10分で15キロワットはですよ。しかもこれはもう途中で85キロワットに落ちてこれですよ。だから充電残量 10% から150キロワットで105キロワット流し続けることができたら30分で多分50キロワットぐらい入っちゃうんじゃないかな、これ。結構ガチで。まあ計算上これ入りますよね。50、ジャスト。だから、このブーストさえ強制リセットをかけるとかなりこれは有望です、まあ、もちろんねこれ電気性能みたいなところもありますからどれだけですね、うん、まあ、なのでさすがにですねこれ以上上がることはもちろんないわけですけども、 85kW ってことはつまり 200A ですよね。だから250から落ちるけど 200A はキープするということですね。 75% でも 85kW です。これは相当実力高いな、うん、相当実力高いなこれ。なので多分やっぱり熱だるみたいなことは起こらないんじゃないかな、よっぽどサーキット走行とかしない限り。多分だって 85kW キープしてるってことはこれ 200A ってことでしょ、多分大丈夫なんじゃないかな、そんな気がする。これ多分 EQS とかと一緒。おー、来た。 80%、 83kW です。はい、というところで充電ストック落ちませんでした。素晴らしい。いやー、いいじゃん、音響システムいいよ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 。充填音がそこまでドシーンと来るような、感じではないです。ただし充填音をしっかりと聞いてます。しっかりと聞いてる。でさらに
高音域のクリア感も十分で、何よりも音の立体感がぼちぼちあるんで、なんだろうな、その前でスピーカーが頑張ってなんとか音響を良くしようみたいな感じではないんですよ。でこれは結構重要で、音響結構僕高評価かも。だからこれもうちょっと、いろんな、曲調を聞いてみて、クラシックだけじゃなくてね、いろいろとこれ判断する必要はありますが、今のところ僕は結構この音響は高評価です。ディナウディオ12スピーカー 775W。結構いいんじゃん。はい、まあ、という感じでですね、今回 BYD シール、検証してきました。長い人はね RWD、今回のね、走行インプレッションに関しては AWD グレードをねこれチョイスしました。やりましたけども、やはりですね、静粛性、音響システム、まあここはね、まあ想像通りぐらいなイメージでしたけれども、乗り心地が非常にいい。さらにはですね、やっぱりこのスポーツセダンというだけのですね、このスポーティーなハンドリング、そして直進安定性、走行安定性、高速域のね、これはやっぱりねピカイチだなと思います。まあ、なのでちょっとですね、これはまあ最後ね、充電性能テストなんかももちろんやりましたけども、それも含めてですね、結構この車はモデル3のガチンコの競合と言えるんじゃないでしょうか。もちろんねモデル3に関しても当然ハイランドへのねアップグレードを行いましたから、そういうのを含めるとね、また非常にですね強力なライバルであることは間違いありませんが、それでもですね、非常にこのですね、どこで曲がるのこれ、 BYD シールが強力な1台であることは間違いないでしょう。はい、ということでね、このシール、まだね、発売時期は、実はね、発表はされてるんですが、僕はまだ言っちゃいけないというところなので、発売時期なんかは言いません。納車時期も言えませんが、まあね、ってことは近いです。まあそういうことになりますので、そういうですね、このですね、BYD のハイエンドセダン、シールですね、まさにモデル3の競合として、今後ですね、非常に、注目の EV セダンになることは間違いありません。はい、ということでね、今回検証は終わりましたけども、さあモデル3とのね1000キロチャレンジ対決なんかもですね絡めながらですね、2024年後半ですね、導入されるこのシールのですね EV 性能なんかもですね、このチャンネルではねガンガンレポートをしていきたいと思います。そんな感じでいっとしょい、よかった。